はい皆さんこんにちは村長です今日は僕のキャラクターがサングラスをかけましたなかなか面白いですね今日はですねミュージシャンの YouTube 学校第6回目ととといいいいうことでやっていきたいと思います今日も YouTube のなかなか難しい部分これを深く掘り下げていきたいと思います村長ミュージックスタジオ 今回は前回からとは少し違います。何が違うか僕の話が変わるわけでも何でもないんですけれども2022年の11月30日にチチャャッットト GPT というチャット型の AI が登場ししてきました。皆さんの情報の中にもたくさん入ってきてると思うんですけれども今までの AI とか検索とかそういう次元を超えてですね とっても便利なな、調べ物がができきたた。りするような素晴らしししい技術が登場してきましたもちろんチャット GPT だけではなくってそれにまつわる絵を描くような AI であったりとかまた Google もとっても厳しい状況に立たされていましてそして Google はすぐにですねバードと言われる新しい AI を投入するべくも好評もしてきました。 いわゆる2023年は AI 戦争時代に入ると思います。我々の音楽の中でも、シンセサイザー V をはじめ、AI というのはとっても活躍しています。そんな中での、今日の第6回のミュージシャンの YouTube 学校です。YouTube を伸ばしていくにあたって、今までとは違った角度で、これからの音楽の副業であったり、そういうようなものを 考えてていいく必要が出てきたように思います僕も音楽の副業ということを新たに検索したわけでないんですけれども YouTube のおすすめなんかにもやはり ChatGPT を検索する成果ですね僕からすればライバルでもあるような YouTube の音楽の副業を解説するようなサイトこういうのがどんどん 僕の youtube にも上がってきてきいますこういう皆さんはとっても上手に自分の経験談を踏まえながら皆さんに分かりやすく説明しています。僕も正直乾杯するほどすごく分かりやすいいい動画になっていますのでライバルではありますが皆さんもこちらの方のチャンネルなんかを検索して見られるといいと思います。今までは 副業と言っても難しかった部分もあるんですけれどもこれからは難しい難しいって言っているだけではなくって皆さんの中にもどうにかして捉えていくような社会の構造自体がものすごく変わってくるので別に副業と考えていなかったような人もこの時期いろんな視点を持って音楽というものを考えていけばいいのではないかな。 今まで以上にそういう気持ちになりました。このタイトルに書いてありますように楽曲はアップしてもなかなか伸びないです。それは僕から言えば東電です。僕も約10年間ぐらい一生懸命音楽動画を出し続けました。クオリティは悪くなかったと思うんですけれどもでもなかなか難しかったです。それはですね、まず自分の好きな 楽曲を出すすわけですいわゆる自分の曲を発表したいという気持ちで音楽を出すわけですからでも視聴者はそんなふうには考えていません視聴する方は自分が聴きたい音楽を探しているんですそこに大きなギャップがあることを再確認する必要があります大抵のミュージシャンの場合はですねその楽曲名そして自分が作曲 作詞したことを PR するように自分の名前を書いたりバンドの名前を書いたりしているんですけれどもタイトルにそんなことがいくら書かれていても誰も検索しませんよね当たり前のことなんですけれども慣れ曲名やバンド名もしくは作詞作曲者名を書くのか もちろん僕も偉そうには言っていますがそういう時期があったんですが今では全く意味がないことを強く強く認識していますそもそもあなたという人は知られていないわけですテレビに出ているようなミュージシャンの方は別の話ですが我々一般の音楽愛好家というのはそういうわけにはいきませんメジャーのミュージシャンが YouTube で活動をするようになって、一般の人がそういう音楽を簡単に聴けるようになりました。それも基本は無料でです。ですから、そういう中で活躍をしようと思ったら、メジャーさん以上のキャラクターにならないことには、お客さんとしてはチャンネル登録までしてみようとか聞こうとか、そういうようなことにはならないのは、 考えてみれば当然の話です。視聴者があって YouTube というのは成立しています。見てくれる人が0人では出した意味がないわけです。自分たちだけではなくって YouTube、いわゆる Google 社さんも全く閲覧がないような動画をいくら皆さんにお勧めしてもですね、広告収入が入ってこないわけですね。 ですから、お客さんが聞きたい曲を見つける場所だということを再認識することが必要です。自分の作品発表の場所と捉えるのには無理があるんです。もちろん、それを挙げておいて、1人の人が見ようが、10人の人が見ようが、全くそういうことには関心がない ただ、メモリアルとしてあげてるという人は、この話をいくら聞いても全く意味がありません。でも、自分のお友達の中、もしくは YouTube を覗いてみていると、自分の作ってる曲と同じような曲なのに、たくさんの人が見てくれている、そういうようなチャンネルもないことはないです。少なくて厳しいことは事実ですが、ないことはありません。 それには流行りたいならば流行る工夫が必要だということなんですがなかなか音楽を良い,いクオリティで作りたいというのはアーティストとして当然なので頑張ってるんですけれども流行るような工夫というのはなかなかそこまで手が回っていないというのが現実だと思いますですからその一曲をどうにか気に入ってもらうために 一生懸命曲のクオリティを上げるというよりも自分というものをまず売らないといけません YouTube 流に言えばチャンネルを売るということですなんかちょっとここらまで来ると少し難しいようなイメージがあるんですがラーメン屋さんを例にしてお話ししましょう例えば最初聞くときはどこどこのラーメン屋さんがとっても 豚骨ラーメンの豚骨が美味しいから食べに行こうよと友達もしくはテレビの食レポの番組なんかで紹介されてですね一回行ってみようという風になると思いますその時はもしそれが豚骨ラーメンならそのとんこつラーメンを食べる人が多いと思いますそこへ行ってわざわざカレーライスを食べる人は ほとんどいないなのではないででしょうかでも気に入って何度か通っているうちに他のものも食べたくなりますそうなればそこの店のファンにもなっているということですここならこのカレーライスもおいしいんではないかもしくはパフェを頼んでもおいしいんじゃないかそんなふうに他のメニューも気になるようになるわけですね 中華屋さんであったら唐揚げが美味しいんではないかというようなことに。そしてそれもなかなか良かったらだん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 店のファンになっていくわけです。そうなれば月に一回多い人では毎週とか通ういわゆる常連というのになっていくわけです。常連になってくればお店側から言えばまた次のチャンスもあるわけです。 そうして、どん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 、ちょっとずつちょっとずつでも、YouTube が流行るのと同じような現象が起こるんではないかな。そのように僕は考えています。お店というものも、いわゆるチャンネルというものもという意味ですが、それをどうにか盛り上げていくような必要があるわけです。まあ、今のお話の内容をここにまとめました。 入って気に入って、そして次の行動につながっていくわけです。いわゆるルーティングがないと、一回一度のラーメンでは、千円ぐらいまでの売り上げで終わってしまって、お客さんは他の美味しいお店を探すわけです。でも、その時に、お店の対応が良かったり、店員さんがかっこいい人であったりとか、いわゆるお店を好きになることで、 このお店のファンにどんどんなっていくということです。音楽の発表動画以外ではサムネイルがとっても重要だと言われますし、僕もそのような話を多くしてきました。でも音楽というのはサムネイルがいいだけではなくって、その音楽を聴きたくなるような文字情報がとっても重要になります。 先ほども言いましたように、楽曲名や作曲者名なんていうのは、一般の人からすれば、検索対象になることがありません。例えば、あいみょんとか、コ田久美とか。もう、名前の知られている人なら、楽曲で調べるより、ミュージシャン名で探すことが多いと思いますが、全く知られていないわけですから、そんなことや、曲名で探すことはないです。 音楽動画のタイトルというのは、キーワードを並べることが重要です。クリスマスソングであるとか、悲しい曲であるとか、とっても元気が出る曲であるとか、ダンス曲であるとか、そういうようなキーワードになる言葉が入っていないと全く意味をなしません。もちろん曲名ぐらいは書いておくのもいいでしょう。 でもそれ以外の情報がタイトルもしくは概要欄にしっかり埋まっていなかったらですね検索にヒットすることがありません今の段階の AI では画像で選択するわけではありませんので文字情報を上手に使うもしくはハッシュタグやタグを上手に書くということがとっても重要になってくるのではないでしょうか 真剣に皆さんタイトルをつけるときに考えていますか音楽を作る時間以上に考えてもいいと言っても過言ではないと思っています。もちろんそれ以外にもキャラクターというのはとっても重要です。例えば今回僕はこのようにサングラスをつけたパーカー姿で出てきました。YouTube 学校というシリーズをするときは このように右側にですね、僕自身がこうやっていてたりして、そして解説には資料があるという、こういうスタイルです。これってそんなに工夫してるというほどのデザインの凝ったことはないですけれども、これって案外印象的です。パッとこういう青のタイトルと、そしてパーカー姿のお兄さんが出てきたら、僕のチャンネルだということは、かなり インパクトととしてあると思いますもちろん先ほどご紹介しました K さんと言われる人の画像なんかもとっても印象的ですよね。顔がこのように 3D のアバターでものすごく大きく出ているのでこれはとっても印象的だと思います。そして多分バックはいつも黄色っぽいようなバックになってると思います。こういうことが とても大事で自分のキャラクターというのを出していかないといけません。もう一つのサンプルにさせていただいたなんとなく明るい感じの女性でなんか優しそうだなというような女の人が教えてくれる副業ってどんな感じかなかなり好印象な画像になっています。 このようにチャンネルのキャラクターというのは顔だけでもなく全体のイメージとして大事だということです。ですからバナーというのは特に看板ですのでとっても重要ですから皆さんもまあ適当に入れておこうかなとかですね。そういうのではなくってとってもしっかり考えるべきです。 まあ会社のロゴを考えるのと同じようなことです。例えばチャンネル名もそうです。いろいろありますけれども、自分の名前プラスミュージックスタジオというようなものはどうしても覚えてもらうのに難しいです。山本のミュージックサロンとかですね、こういうのではなかなか印象には残りません。猫、ね、ちゃんミュージックというのがあったとします。これでもですね、 覚えてもらうというのには少し弱いかもわかりません。でも音楽のスタジオかなとか思ってもらうんでしたら次のサウンド J 研究所というふうにするとなんかちょっと高尚なイメージが残りますよね。音楽をとっても研究しているのかなというふうに思います。もしくはその下には合点スタジオと書きました。この合点スタジオっていうのには あんまり意味はないわけけですけれどもとっても呼びやすいというような「合点承知」みたいなですねことで覚えてもらいいいいやすすととう印象が残ると思いますどれがいいとかこれが最高だとかいう話ではなくて皆さんのチャンネルもそういうふうな形で呼びやすくてそして覚えてもらいやすいそんな名前にするべきです。僕は もう今のところ4000ぐらいのチャンネルになっていまして、毎月2 300のチャンネル登録者さんが増えてくれています。ですから、まあ今更名前をもう少し変えようかなというイメージは僕の中にはないんですけれども、今なかなかチャンネルが伸びないという方は、その辺のところもよく考えてみるのも一つの案だと思います。楽曲の動画が 難しいというのは先ほどから言ったり今までの YouTube 学校のシリーズででももう何度も言っていますので YouTube のカテゴリーで一番多い音楽動画というのがあってライバルが多いわけですからもう難しいというのは避けれませんやはり音楽動画だけではなく皆さんの持っている楽器の演奏テクニックであったりとか DTM の制作の解説をするプラグインを使ってみたレポート。これもですね、人に教えようとか思うとなかなか難しいですし、責任も出てきます。レクチャーするというイメージよりも、自分の体験談を話すというような姿勢で話をしていくと、それの方が主張してくれる方には好印象かもわかりません。 皆さんと一緒に勉強しましょうというスタイルから始めるのもいいのではないでしょうか。そしてこれを僕が進める理由というのは音楽の YouTube は大体ですね、4、5分の動画。これで見てもらえるのは1分前後というのが僕もいろんなことをやってみた結果、それぐらいが一番多いです。 なかなか2、3分、いわゆる半分聴いてもらえるというのはアマチュアミュージックではほとんどないと考えていいと思います。もちろん1人2人はそういう方がおられると思いますけれども、なかなか最後まで聴いていただくというのは難しいです。約50%いければとってもいい方になりますので、2分とか3分がもう限界と考えてください。 もちろんそれは僕の解説動画でも一緒ですけれども解説動画というのは15分とか20分とかそれぐらいの解説動画を作るそれは難しい話でもありません僕の場合ですけれども約50%から60%の視聴維持率です おのずと10分ぐらいは見てもらえるようになりますのでその時点でもし YouTube が収益化しているなら3倍ぐらいの収益にはほぼなりますそういうことを考えたときにもし1000人到達しまして4000時間というのがクリアになるクリアになるというのは普通1週間に2曲ぐらいの割合で出した場合は一つ一つの動画が 二三千の閲覧はないと収益化にはほぼなり得ることはありません。そこまで伸ばすのはとっても難しいですので、できればこれは騙されたと思ってでも解説的な動画をつけたり、そして自分の演奏しているスタイルを見せるような動画にチャレンジしてみてはどうかと思います。それの方がずっとチャンネルを伸ばすのは楽だ。 ということです。今日第6回目は楽曲アップしてもなかなか伸びない YouTube2 桁台という人が全ての音楽動画という意味で言えば90%以上の人が2桁再生と言われています。もちろんそれを超えてる人はもう一頑張りしていただくことも重要でしょうしその伸びない方は やはり今日お話ししたような何かを変えてそしてキャラクターを全面的に出してですね自分のチャンネルを印象づけてもらう通常のお店と同じような形でアピールしていくというようなことが重要になる今日はそんなお話をさせていただきましたサングラス姿で今日は初デビューなんですけれども こういうね、アバターにでも 3D のグラフィックを追加していくようなコンピューターの世界もどんどん進んでいますので今回冒頭にお話ししましたチャット GPT のような AI もいろいろ絡めながら音楽を勉強していただくそんなスタイルにも一日も早く取り入れていただくように皆さんにはお届けしたいと思っています村長スタジオでした またねー。